師匠、はい。ちょっと師匠、はい。何してんですか？何がやねん。昨日、しれっとさ、はあ。ゲーム実況してませんでした？今頃気づいたんか。びっくりした！と思って。あ、いきなり夢にゃんの顔がなくなってるみたいな。そサムネが夢にゃんじゃないみたいな。う。びっくりした。そうやろ。何してんですか？ゲーム実況やけ。いや、分かってますよ。もう何楽しそうなことしてるんですか？楽しいよ。びっくりもう俺は悪く、人の悪く、夢にゃんの悪口とか言うのに疲れてきたんや、俺は。前から言ってたろ、それは。だから、ゲーム実況しようかなと思って。びっくりした。でもな、結局な、うん、ゲーム実況でも悪口言ってる。どういうこと？いや、今、ドラクエイレブンをやってね、やり始めたんやけど、ドラクエ、冒頭のところで、うん、まあ、主人公がおるやん、うん、主人公がなんかこんなことをしろ、山の上に登って儀式を済ませろみたいなこと言われんのか、うんうん、もうよくありがちなやつやねん、そんな、うん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 、でそれで行くやん、ほんなら、うん、犬と、うん、幼馴染の女の子のエマっていうのがついてくるのか、うんうん、で犬はエマの飼ってる犬やねんな、うんうん、でついてきて犬でスライムとか出てきて戦うやん、うん、ほんなら犬は一緒に戦ってくれんねん。で、エマは、今は様子を伺っているとか言って、何にもしておらへんねんが。ねえ、こいつ絶対、こいつ何にもしておらへんなーってみんな言って、エマ何にもしておらへんなーって、こいつ、ついふみやろとか言って。何にもせんと文句ばっかり言うてみたいなこと言うて絶対ついフェミやぞエマってあってエマって分かったエマ・ワトソンのことやろと言うてこいつエマ・ワトソンやでみたいな結局フェミから逃れないってねえ師匠ねえ新しいそんな実況新しいやろ何それドラクエの実況にフェミニストの悪口を盛り込むという今までにないジャンルやんけ偉そうな人出てこないかな、うん、でも今でもなんか王様が出てきて今うんうんなんかまあいろいろ言うてんこいつら絶対あれやでってなんか正義ぶってるけど、うん、こいつら自身は自分のやってることを正義やと思ってるけど実は悪いことはこれ実は左翼やでとか言ってこいつら絶対左翼やでこいつらで自分が正しいと思い込んでる左翼やでっつっていやツバッキーとか出てこないかなと思ってそういう感じや新しい師匠、なんか新ジャンルだからタイトルは「ドラクエイレブン」をツッコミ入れながらやってみるっていう、うん、そういうタイトルや新しいなツッコミ入れながらといううんでしかも、うん、そのツッコミのくくりがツッコミの種類がそうそっち方面みたいなそう新しいと思う他の実況では絶対ないでないないただなんか例えばゲーム実況だったら小学生とか来るやんうんうん、多分来ると思うね、うんうん、見に来るやん、ほんで、なんか、うんうん、こいつ絶対ついへみやでとか、うんうん、こいつら絶対左翼やでとか言ってたら、小学生意味わからへんよね、多分ね。人気が出るんだか出えへんだかよくわかりませんけど、仮に人気がもうズタボロで、うん、再生数一桁でも俺は最後までやるよ。別にええもん、別に。ただな、登録者数1000人終わってしまうとな、辛いんだけどな、うん、まあまあ、うん、まあまあ、まあ、やる。もうやるって決めたからやるあ楽しそうそもそもななんでそう配信をやろうゲーム配信をやろうかなと思ったら、うんうん、っていうのが、はいはいうん、なんか十何年前ぐらいに、うん、割と俺人のゲーム実況を見てたんや、うんうんうん、主に女の人がやるやつが好きなんで俺は、うん、俺男のやつはもう好きじゃないんだようん、なんか女性のこう優しい声でやってる人が女性の優しい声が好きやねん俺なんせ癒されたいの癒されたいからこう優しい声でこうゲームやってるのが好きやから聞いてたんや、うんうん、で何人か聞いてたんやけど、はいはい、ほんでな
とある人がのやつ好きで聞いてたけど、うん、ペルソナ4かなんかやってたけどな、その人は、うんうん、突然もう途中でやめてしもたやん。まあ、結局12年前らしいんだけど、うん、ほんで僕はこの人途中でやめたわって、もう楽しみしてたのにと思って、うん、結局まあ待ちながらも全然始まらへんから、うん、あもうやらへんやなと思ってたら、うん、なんとさ最近、うん、そのなんとかさんが、うん、なんかゼルダ、うん、ゼルダのブレスオブワイルドか、うん、の実況を投稿しましたって通知が来てよ。マジかと思って、うわマジかと思って、それびっくりするやんけ、うん、ほんで見に行ったんや、うん、なんかもう相変わらずあれが12年経ってるらしいんやけどな、それから、うんうんうん、相変わらずの優しいお声 で、それは12年分お年を取られてるはずやのに、うんうん、声がもう相変わらずの声で、うわーと思って癒されると思いながら見てね、うん、見てたらやりたくなったのさ俺もあっていうかやりたくなったというか、うん、なんかなんちゅうの、人の悪口を言うのに疲れてきたって言ってたやん、うん、だからさ、でもどうして人の悪口を言うのをやめるはええけど、うん、次どうしていいか分からへんやけ、うんうん、った時にそれが来たから、あゲーム配信を俺がやればええんやと思ってゲームに手出しちゃったっしょ、ついに来てしもたよ。っていうのはあのご存知の方がご存知だと思うんだけど、うん、俺もゲームをもうそれこそ13、4年前にやめてんのよ、うん、もうきっぱりやめてん、うん、PS2 の時代でファイナルファンタジー12、12、うん、をやったのを最後にもうやめてん。でだからファイナルファンタジー13がプレステ3になりますよってなって、でそのプレステ3の値段が当初がなんか6万9000円かそれぐらいだったかな。そんなもん買えるかと思って、買え、そんなゲーム機にそんな金は出したくないっていうのと、もうゲームなんか、ゲームってさ、俺は好きなんやで、もちろん好きやし楽しいんだけど時間食うやんけ、うん、それがな、でもいっそのことやめようと思ってやめてたやん、うん、と思ってたらさ、で今回のこれで、でスチームには入ってたから、うん、これなんでか言ったら、この今のこのアバター、うん、アバターこれフェイスリグっていうアプリで作ってんだけど、うん、それが欲しかったからスチームに入ってたんやけど、そのゲーム配信かと思って、でスチームはそもそもゲームを売るところだからな、うん、でスチームで買えばええんちゃうと思って、そしたらゲーム機いらんやん、うん、パソコンでできるゲームやから、スチームで売ってるゲームは、うんうん、パソコンでやるの前提のゲーム、 PC ゲームやから、で見てみたらドラクエとか普通にあんねん、ファイナルファンタジーとかさ、うんうんうん、モンハンとか、あるんやと思って、ドラクエ11はやりたいなってちょっと思ってたから、うん、まあ、スチームのやつ買ってやろうと思ってやり始めましたそういう動機です。なるほど、うん、楽しいです今のところ、はい、ツッコミが死んじゃう、死んじゃう、死んじゃうすぎる、ツッコミが政治的なこいつら絶対左翼やでこいつフェミニストやろ、ツイフェミやツイフェミとか言って、こいつほんま何も口だけで何もしろへんなとかね、ツイフェミや言って、そのうち搾取とか言い出すんでしょ。搾取もうとっくに言うてるよ、これ言ってる、こいつ公金チューチューしよう思ってるやろこいつとか、もうすでに言ってるよ結局ゲーム配信にしても、うん、言ってること一緒でした。じゃんじゃん以上です。はい。